こんにちは。センターCLRのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第48回を始めたいと思います。よろしくお願いします。前回の47回からちょっと間が空いたんですけど、その間にですね、GC のコードをちょっと進めてまして、で細かい変更を行ったり来たりとか結構するような気がしたので、実際したんですけど、でそれを逐一お見せしていても、なんか見てる方としてもつまんないっていうのはあるかもしれないと思ってですね、ちょっとここの部分だけ試行錯誤はいろいろ必要だったので、私の方でいろいろやって、でその成果をまとめてコミットするでプッシュするみたいな感じで作業をずっとしてました。で、一応一通りですね、GC の、最初のマークスイープの GC ですね、が実装できたので、今日はどんな風に結局なったのかっていうようなことを、構造を交えて説明したいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、今も GitHub に上がっているので、GC っていうブランチで切って作業してたんですけど、結局そのままマージする形で、マスターの方に反映させてあります。はい。で、内容を説明していこうかなと思うんですが、いろいろちょっと複雑に絡み合っていてですね、まず、じゃあ想定している、C シャープのコードの説明をしましょうかね。はい。こんなC シャープのコードですね。クラスタイプテストターゲットっていう、クラスがありますと。で、こいつは、ちょっとこっちのスタティックの方は置いとくんですけど、インスタンスのメンバーとして、フィールドとして、同じく、これちょっと自分自身なんですけど、あれですね、オブジェクトリファレンスに対応するフィールドがありますよと。OR2 というのがそうですね。で、今ちょっとこいつにアクセスするメソッドというかそういうものはないんですけども、GC の動きとしては、まずなんかここにインスタンスが割り当てられている場合はそいつを追跡して GC が回収するそのインスタンスから除外しないといけないですね、っていうような追跡のその仕組みがちゃんとできている、できてどうやってやるのか、できるのかみたいな話がポイントになると思います。そして、このクラスのこのインスタンスもそうですよね。これクラスなので、こいつもオブジェクトリファレンスとして機能しているはず。だからこいつを入しているようなところで、果たして、入した直後にね、GC が走ったら回収されてしまったなんていうとむちゃくちゃなことになってしまうんで、ちゃんとそこは認識して除外されるかどうかということがポイントになると。で、この、クラスを使っているコードが、ちょうどこのクラスタイプテストというテストコードですね。ここの中で、テスト4とテスト5がそれに該当していて、入してますね。入しています。これはバリュータイプではなくてクラスなので、ヒープからインスタンスが生成されるはずと。で、そいつが、一旦ローカル変数のホゲス3に入って、それのメンバーにアクセスし、リターンの値を返すみたいな感じになっているんですが、我々人間が見れば、この例えばテスト4のコードというのは、このホゲス3というローカル変数が、スコープの中に存在している間ですね、は、こいつに割り当てられているそのオブジェクトリファレンスのそのインスタンスというのは解放されたらまずいですよね。例えば、このホゲ3のバリュー2っていう この式を実行した直後にですね、ここで入したこのインスタンス、これが勝手に破棄され、もし勝手に破棄されるような事態が起きると、そうするとそれは無効なインスタンスを指していることになるので、この後のこのバリューにですね、この参照しようとしたときに、なんか変なことになるということなので、それは避けなければいけないと。じゃあ、このメソッド内でどうやって、この入したインスタンスですね、これを追跡するかっていう、その方法が、ポイントになるのかなというふうに思います。
まあ、あのテスト5も一緒ですね。これはあの、フィールドにアクセスしているのをメソッドを呼び出すように変えているだけなんで、あの結局は一緒ですよね。まあ、強いて言うなら、このメソッド、getValue2 を呼び出している間、このホゲさんは維持されてないといけないですね。もう、まあ、少なくとも戻ってくるまでは。で、この、 あのコードで言うと、リザルト取ってもすぐリザルトリターンしてしまってるのにいいんですけど、この後さらになんかホゲさんを使うような場合だと、そこでオブジェクトリファレンスがあの維持されてないと、まあ、またこれも問題になるということで、まあ、そのあたりをどうやってあの追跡するかということがあのポイントになると思います。はい、じゃあまず、これで対象となる C シャープのコードはまあこういうふうだと。で、どう実際どういうふうにやったかなんですけど、変換された結果をちょっと先に見てもらいましょうかね。まあ、実はあの今あ の, の最新のバージョンはですね、まあ、ちょっとコードが増えてきて、あのすごくあのその生成されるコードがあの見にくくなってしまったんで、ちょっといろいろあのこうコメントをつけて、あの自動的に出力されるようにあの工夫しておきました。で、まあ、あのここら辺の区分けですねはあのほとんど変わってないんですけども、あのスタティックフィールドのための宣言がありというようなことは変わってないです。で、じゃあまず、さっきの、これですね、これちょっと横へ出しましょうかね。こういう感じで、はい。で、今、ここに、まあ、getValue2 っていうのがありますね。で、これは、まあ、あんまり変わ、まあ、それでもいいか。ちょっとすいませんね。ちょっとこれ、あの、メンバーの中で、getValue2 のメンバーの中で、あの、OR2 とかアクセスしてないんで、ちょっと微妙は微妙なんですけど、ちょっとまあ、これを例に、見ていきましょうかね。はい。で、出力された結果、まあ、このソースコードですね、あの C のソースコードなんですけども、シグネチャーとかは変わってないです。this が最初に来て、で、A と B ですね。引数の A と B が渡るようになってます。これは、こっちでは、インスタンスメソッドであり、A と B が渡るので、まあ、そういうふうになっているということで、基本的には変わってないですね。で、ローカルバリアブルも変わってないです。ローカル0が宣言されていますと。これは、ここには現れてないけど、IL 上では、ローカル変数が1個作られているので、まあ、勝手に出ていると。で、それから、評価スタックの方ですね。これは、前あの、シンボル名すごく長くしてたんですけど、あまりに見にくいんで、ちょっとやめました。で、前はあの後ろにあの片面を出すことによってユニークにしていたんですけども、連番で使われるあの異なる型で使われるたびに01234っていう風に増えるような感じになってます。なのでこれスタックのインデックスは0なんだけど、0の0番目に割り当てられた評価スタックの値、1番目に割り当てられた評価スタックの値みたいな感じで連番がつくようになっています。はい、やり方についてはあの今まで通りですね、変わらないです。で、今ちょっとここですね、これちょうどあのクラスタイプテストターゲットの、これオブジェクトリファレンスを格納することに使ってるんですけど、その場合だけ、初期値としてあのヌールを明示的に代入するよう代入して初期化するようにしてあります。int32 の値は特に何も入れていないので、これはあの初期値は不定ですね、不定になっています。まあ、これなんでこんなことをするのかっていうのをまあ後で説明します。で、まあ、このように評価スタックを割り当てて、でここからですね、ここの部分がまず大きく違います。これはあのまるっとあの以前のコードから追加になっています。でこれが評価スタック、評価スタックではないか、スタックですね、エグゼキューションスタックに相当するんですけど、あのスタックフレームに相当するんですけども、を、こう表現している、まあ論理的に表現しているものですね。
ちょっと何を言ってるかわからないかもしれないんで、もうちょっと説明するとですね、普通この C の、 あの関数というのは、関数に入ってきた時に、スタックポインターに相当するもの、これはプラットフォームによって違うんですけど、スタックポインターからスタックフレームというものが作られます。そしてスタックフレーム内にこの、ローカル変数ですね、でここで言うのローカル変数は、C シャープのローカル変数じゃなくて C のローカル変数のことなんですけど、ややこしいんですけど、つまりこれのことですね。すべてのその C で宣言されているローカル変数ですね、これがスタックフレームというところに割り当てられます。これは、図で書いた方がいいかな。なんか例えば、ポゲというメソッドに、入ってきたとします。で、ここの中に、例えば、イント A とか、キャラ B とか、それかフロート C とか、いうローカル変数が割り当てられると。で、これは、実際にどうなるのかってことなんですが、少なくとも、X86 とか X64 のコンパイラーのほとんどは、まず、スタックポインターというものですね。X86 または X64 と。スタックポインターというものがあって、これが、CPU がアクセスするそのスタック領域、どこを使うのかみたいなことを表しています。場所を表しています、ね、ポインターなんで、ね、今、まあ、メモリ上のどこかの、わかんないですけど、どこかのところを指しているという状態で、このホゲというところに入ってくる。で、そうするとですね、この3つ の、 でローカル変数ですね、これをこんな感じで、このスタックポインターが指すメモリの、下に向かって、下に向かってっていうのも紛らわしいですけど、ここがアドレス0で、ここがアドレスマックスというふうになっていると、スタックポインターが指している場所からイント A なんで、イント、まあ普通32ビットなんで、32ビット。つまり4バイトですね。それからキャラ、これは8ビットなので1。それからまあフロートは、32なので4。みたいな感じで、メモリを確保し、スタックポインターを移動します。new sp、これは sp プラス4159の位置にスタックポインターを移動します、というような感じで、スタック上にこの3つ の、 ローカル変数の領域を割り当てるという感じですね。なので、この後なんかその C のソースコードが実際になんか書かれていると思うんですけども、それらは、ここら辺にその格納できる領域があるので、ここに向かって例えば A に1を代入したりだとか、なんか C に 5.0 を代入したりだとか、あるいはその値を取り出したりだとかいうようなことをする。それはこのスタックに割り当てられているこれらのその、値を出したり入れたりするわけですね。今ちょっとここね414って書いたんですけど、実際にはこれはコンパイラーとかコンパイラーの設定によって変わったりするので、まああくまでも参考に分かりやすくするために書いたんですけども、参考までに、まあ、こんな感じで使われるというふうに思っていただければいいと思います。これは評価スタックではなく CPU のスタックですね。X86 または X64 と、こういう感じですね。はい。
で、ちょっと話を戻しますと、はい、で、今のような、あの図に書いたような、メモリ上のレイアウトですねが、はっきり分かっていれば、スタックポインターの値から、どこにアクセスすれば、これらのローカル変数の値を参照することができるかっていうのが分かります。もうちょっともう一回言うと、例えば仮にこのここですね、ここのプログラム中でどうにかして現在のスタックポインターの値をアクセス取り出すことができるとします。そうすると、まあ、ここを指しているので、ここのアドレスが得られますよね。そうすると、普段我々は、例えば A に10という値を入れますみたいなコードを書いた場合、これは C コンパイラーによって自動的にここに値を入れるコードに変換されます。まあちょっと こんな書き方できないんですけど、できたかな、できないような気がするけど、 SP-Q カンマ、例えば10という感じですね。こういう感じ、こういうような感じのコードを自動的に C コンパイラーは生成して、で我々は単に A イコール10と書くだけで、スタックポインターから逆算して、ここの位置に、10という値を入れる、ストアするというようなことをやってくれますが、仮になんか現在の SP を入手する何らかの方法が、まあ、もしあった場合ですね、こういう書き方ができるようになる。例えばこうかな、 SP-9こんな書き方が可能になる。これが同じことをやっているっていうのは分かりますかね。あくまでも現在のスタックポインターがもし得られるという想定ですけど、C のコード上でね。で、現在の SP の値マイナス9のところに、10という値を代入するとやれば、そうすれば計算上現在のスタックポイントはここなので、マイナス9のところに、10という値を代入するので、なので、やってることはこれと一緒ですよね。まあちょっとまあ、ここの型はどうなのとか思うかもしれないですけど、まあ、仮にこれはイントアスターとして扱われるとすると、デリファレンスすることによってイントの値が代入できるということになりますよね。で、何を言っているかというとですね、コンパイラはコンパイル時に、このそれぞれのローカル変数がどのようにそのスタックポインターに割り当てられているか、もうちょっと言うならどの位置に割り当てられているかということをコンパイル時には知っています。でもコンパイルされ終わるとわからなくなるんですよね、その情報は。例えば C シャープだったら、まあ、ローカル変数のアクセスはちょっと難しいですけど、リフレクションがあるので、フィールドのアドレスというかですね、フィールドがどこにあるのかとかいうようなことは分かりますよね、辿っていくことができる。だけど、C に変換されて、しかも C コンパイラが、ソースコードとしてコンパイルしてしまうと、その結果としてこれらのフィールドがどのように割り付けられているのかというのは全く分からなくなってしまう。で、あるのは、コンパイラが勝手にこういうふうに並べたというふうに想定した時のそのオフセットに従ってこう A イコール10と書いたら、それがこういうマシンコードに変換されるという事実だけです。もうちょっと、これの何が問題なのかということをもうちょっと言うと、例えばこれこうなった場合、C コンパイラーはなぜかは分からないですけど、なぜか、ここに書かれている順番ではなくて、なんかあえてなんかこれが逆に割り付けるっていうことをしたとします。
でも、普通に C のコードを書いてる限り、コンパイラーがまあこういうことをしたとしても別に何ら問題もないですね。なんでかというと、この後 A イコール10というふうに書くとですね、 C コンパイラーは A のアドレスがどこだったかっていうのを見ると、スタックポインターからマイナス4した値だということをコンパイル時なんでね、コンパイル時に分かります。そこからマシン語コードとして move sp-4 ガンマ10というコードを生成するので、A イコール10というのは問題なくここに10という値を入れるようになります。ここではなくて、上ではなくて下のここに入れるようになります。当然 A の、変数を参照するようなコードについても、ここのアドレスを参照するようになりますよね。ここではなく、しつこいようですけど、こっちではなく、つまり、このローカル変数が、まあ、今仮にその3つの例で挙げたんですけれども、3つに限らずその N 個のローカル変数がこのメモリ上スタックのこのメモリ上にどう配置されるのかというのは C コンパイラーのみぞ知るということになります。で、もうちょっ と、深い話をするとですね、例えば、C コンパイラーがこの、関数を解析中に、ああ、int a のこの a という変数は非常によく使われるので、このスタックのメモリに割り当てるんではなくて、全部その x86 とか x64 のレジスターに割り当てたらいいんじゃないかと判断すると。int は int32 なので、例えば x86 とか x64 で言うなら EAX ですね。EAX レジスター、まあ、他のレジスターでもいいんですけど、が、まあ、32ビットなので、まあなんか別にスタックに割り当てなくてもレジスター全部使って、あれ最初から最後までレジスターだけで EAX はもう A 専属の値を入れたり出したりするためのスクラッチパッドだというふうに見なそうというふうに、C コンパイラー考えるかもしれないですね。そうするとですね、どうなるかというと、そもそも A がないんですよ。なくなります、ほぼなくなります。これもなくなります。そうするとこれもなくなるので、スタックはなんか1個いらないよねということになり、この1個減らしたところですね、 newSP、 つまり、SP はマイナス5というふうに扱おうと。でそうするとですね、コンパイルされた結果のその機械語コードからは、A の変数に対するアクセスっていうのはもう全くなくなりますね。スタックへのアクセスは全くなくなります。でその代わりおそらくその EAX に対して入れたり出したりするようなコードがガーッと出力されるということになります。で、我々としてはですね、そういうふうに、なんかじゃあスタックポインターのまず指す位置のどこに目的のそのローカル変数が格納されているのか、あるいは、レジスタに格納されているのか、あるいはもうちょっと高度な方法が別にあるかもしれないですね。どういう方法があるかわからないですけども、それらのうちどういう手法を使っているのかというのは、C のソースコード上には全く現れないし、それからそれがコンパイルされた結果どう扱われたのかっていうのもわからないということになりますね。まあここで C の、構造、C の文法でなんかちょっと知ってる方もいるかもしれないですけど、レジスタ宣言っていうのがありますね。レジスタイント A とか書けるんですけど、これ昔の C コンパイラーでは、まあ、こういうのをつけるとヒントとなってこのローカル変数をレジスタに割り当てる、つまり今説明してたようにこうレジスタに割り当てるみたいなことをできると
いうのがあったんですけど、現代の C コンパイラはもうなんかこれ無視するらしいです、ほとんど。ちょっとわかんないですけど、処理系に依存するんですけど、わからないんですが、加工が加工前が、C コンパイラがこれが適切だと思ったやつをレジスタに割り当てるかもしれないし、割り当てないかもしれない、わからない。でしかも C コンパイラに渡すそのオプティマイズの指定ですね、最適化するとかしないとか、最適化の度合いとかですね、そういうオプションによっても変わってくるので、まあこれはまあ書いてみたところでその通りになるとは限らないと。でまあこれレジスタで書いたところでね、実際例えば X86 とか X64 の一体何のレジスタに割り当てられるのかもよくわからないので、結局のところ結論としては、我々はその C のソースコード、まあもちろん C シャープもそうですけど、それを見ててどんなバイナリーのコード、マシンゴコードとして、どのようにこのローカル変数が扱われるのかっていうのはさっぱりわからないということになるんですね。で、長々と話をしたんですけど、これが GC と何の関係があるのかというとですね、どういうことかというと、例えば今ここにいるかでしょうか、どうしましょうね、ちょっとシステムオブジェクトですね、今からやろう、まさにやろうとしている、要するにオブジェクトリファレンス型ですねのインスタンスが、まあこんな風に、これポインターですね、だから実際なんか対応割り当てないと意味ないんですけど、まあ仮にですけど、まあこんな感じでニュー、こんな風にはいかないですけど、まあシステムオブジェクトみたいな感じでインスタンスを割り当てて保持したとします、 P に。これ、今のちょっとレジスタの話を置いておいて、もう一度このスタックの説明でするならば、まあ上から順に割り当てられたとしますね。これ一番上 A です、次 B です、そしてここが P ですね。でまあ仮に、X86 の方、32ビットプラットフォームの場合でいくならば、ポインター32ビットなので、こうなりますね。そうするとまあ一番最初に見せたフロートと全く一緒で414という感じになり、 SP は、SP-9、というような感じになりますね。で、ちょっと待てよなんか逆だったかな、逆っていうのは上と下が逆だったかもしれないなと思って、そうですね、今日これいかんな上だな上がマックスですね、ごめんなさい、下が0、アドレスですね、アドレス一番上と0ですね、スタックは下の方への、下っていうのはゼロの方に向かって伸びるんでしたね、すいません。でまあこんな感じになったとしますと。でまあ結局これ 32832 なので414で、9バイト、スタックポイントがずれるという感じですね。でここの中に今システムオブジェクトのインスタンスへのポインターが入っています。システムオブジェクトはまあ、システムオブジェクトってインスタンス作れるけど、作ってもまあ全然意味ないですけど、何も持ってないですけど、まあこのポインターはアドレスはよくわかんないけどこいつを指していると、こういう感じになりますよね。はい。でピンときた人はいるかもしれないですけども、我々は何の話をしていたかというと、我々は GC にをどうやってやるかみたいな話をしてたわけですが、GC っていうのは何をするかというと、使われていないインスタンスを回収できる
まあ、もう一つはね、移動できるっていうあの能力もあるんですけど、ちょっとそれは置いといて、少なくともあの使われていないインスタンスが回収できるという能力は実現しないといけない。で、これ今、new system object って、このクラスを入して、p に代入しています。そしてこういう関係になってますよね。この直後に GC が仮に走ったとします。GC、ガベージコレクションが実行されたという場合、果たしてこのシステムオブジェクトメモリ上にあるこいつは回収されるべきか否かっていうと、回収されてはいけないですよね。なぜかというと、まだこれ、この P から参照してますよね。この矢印に従って、こいつは参照されている。だから、回収してはいけない。もし仮に、ここに何か0か何かを代入してこの参照を切ってしまった、こういう感じで、誰からも参照されなくなったらこいつは逆に回収されなければいけないんですね、ということなんですよ。で、言い換えるならば、参照しているものについては触らない、回収してはいけないということなので、我々は、どのインスタンスが参照されているのかということを検出しなければいけないですね。で、それを、あまたのそのコードから生成されたコードで全て、予期に計らう、つまり自動的にその検出をしなければいけないわけですよ。さあどうやるかと。で、この図を見てると、まあ、なんか簡単そうですね。要するにスタックポインターが指しているところからこのローカル変数の部分ですね、これを中身を見ていって、これ関係ないですね、あのイントの、ただの値なので、でこれもキャラのただの値なので関係ない。でもこれはオブジェクトリファレンスを参照しているので、こいつは検査の対象になり、つまりこの3つだけで見るならば、これは無視していい、これは無視していい、こいつについてはちゃんとインスタンスを参照しているんであれば、その参照しているインスタンスを検査する必要がありますと。まあ検査といっても何か指していれば、そしたらこいつにチェックを入れると、こういう感じでチェックを入れます。でチェックが入っているので、こいつは GC の処理としてその破棄してはいけないですね。逆にマークがつかなかったインスタンスについては、まあ誰からも参照されていないインスタンスなので、もはやゴミとみなせるので、コレクション回収する必要がありますね。一番下のレベルまで落としていくんだったら、その丸くして作っているんだったらフリーする必要があるということですね。じゃあまあ結局このローカル変数のこれを見て、で対象となるこのあのポインターですね、ポインターを見つけて、そいつがそのインスタンスを指していたら、そいつにマークをつけるという処理を書けばいいじゃんっていう話になるんですが、ここで問題になるのが、先ほど言ったようにこの関数内で定義されているローカル変数というのがメモリ上、スタックポインターが指すメモリ上どのように配置されているのかわからない、もうちょっと言うならばメモリに配置すらされてないかもしれないということなんですね。で、これはですよ、X86 とか X64 のしかも、VC++ とかのバージョンいくつとか、あるいは GCC のバージョンいくつとか、まあ C ラングとか、何かプラットフォームと、それからそのターゲットとなるそのまあプラットフォームですね、を1位に定めることができれば、今 VC++ を使ってます、しかも X86 ですっていう場合はおそらくこういうレイアウトになりますとかいう仮定を置いて、でそうするとこうなるから、現在の SP の値さえ得られれば、そこから逆算してオフセットいくつのところにそのローカル変数の値があるというようなことはできるかもしれないですけど、そしたらですね、未知のプラットフォームには対応できないですね。同じ X86、X64 でも VC++ と GCC と C ラングでは
これがどのように捉えるのかは分からないです、同じかもしれないし違ってるかもしれない。もうちょっと言うならば、さっき言ったようにレジスタ割り当てされたらもうもはや分かんないですね。どのレジスタを対象に使っているのかっていうことまでひょっとしたら特定できるかもしれないですけど、そういう特定できたところでそのレジスタに入っている値をどうやって取り出すのかっていうのは C では表現できないですね。アセンブラで書けばできるかもしれないですけど、あのインラインアセンブラとかね使えばまあできないできなくはないかもしれないですが、どちらにせよそれらの全ての組み合わせについて正しいと思われるものを想定してコードを書いていかなきゃいけないので、 IL2C としては大変すぎますね。これはもう僕らはなんか86とか64しか、あの X86、X64、VC プラプラでしかやらないよという仮定を置くんであれば問題ないかもしれないですけど、一応我々が目標としているのは、まあ、あの C99、まあ、あばよくば、暗示 C ですね。で、コンパイルできる環境であれば全て動くというところを、まあ、ベターとして目指そうとしているので、こんなにべったりとあのプラットフォーム依存ではダメだということになります。そうすると、この事前にどのようにあのスタックに割り当てられているかという知識は、まあ、全く役に立たないという話になりますね。なので、その案はつまり、固定的にまずスタックプリンターをどうにかして入手して固定的にオフセットで算出するっていう方法は、とにかくその方法はダメということになります。じゃあ一体どうしようかねみたいな話になるんですが、ポイントの一つとしては、まず対象となる、検査したいのはこれだけですね。この3つの中でもこれだけですね。この例では、結局これは何なのかというと、オブジェクトリファレンスである場合、その、ローカル変数については検査したい、検査可能にしたいですね。で、これを踏まえてですね、もうちょっと踏み込むと、自動でできるなら手動でやらせようみたいな、手動といっても自動ですけどね、 なんかわけわからなくなってるけど、この3つのローカル変数ではこの P だけが問題ですね。まあ他にもあのオブジェクトリファレンスがあるんだったらそれらすべてもちろん対象にならなければいけないです。でですね、こいつはさっき言ったようにひょっとしたらレジスタ割り当て、レジスタ割り付けされている可能性もありますね。なのでこうします、システムオブジェクトこういう行を挿入します。で、これ何かというと、まあ、ポインターのポインターですね。で、その値として、この P のポインターを入れるみたいな風になってますね。これが、まあ、C に慣れてる方であれば、まあ、見れば何をやってるかはすぐ分かると思いますが、一応書いておくと、みたいになっていて、で、PP は P を指すように初期化されるということですね。で、まあ、幸いなるかなというかですね、まあ、ちょっとまだ問題があるかもしれないんですけども、まず、この PP っていうのはアドレスが入ってますね。これでアドレスが入ってます。どこを指しているかというとここのアドレスを指しています。ちょっと分かりにくいので仮にですけど無理やりマックスでこっちが0、架空の値を書くんであれば、例えば、ここが1000、これ4バイトなので、ち
ちょっと受信数で書きますね。めんどくさいので。900、996、995、174、4ですね。で、991、987みたいな感じですよね。アドレスですね。で、PP にはアドレスが入らなければいけないので、実はこういうふうに書けば、レジスタ割り当て割り付けされない気がしてる、してます。気がしているというのは、観測できる、C コンパイラーの挙動からそう判断してるんですけど、ここには、PP に正しい値を入れるためには P がレジスタ割り当てだとレジスタにしか値が入ってないことになるので、アドレスが割り当てられないので、なのでこういう式が現れたらおそらく C コンパイラーはしょうがないからレジスタ割り付けを諦めて、ちゃんとスタックのローカル変数の値として割り付けをする気がしてます。で、その結果として、991というアドレスが割り当てられると、つまりこれですね。これの評価結果は991ですと。すごい分かりにくいので書くと、ここに991という数字が入ってるみたいな感じですね。と思うんですよ。で、じゃあ、これでアドレスが取れた、アドレスが取れたというか、アドレスが、現れたので、これをどうにかして、自動的に収集することができれば、そうすればこの P にアクセスすることができますね。なんかわかんない GC が、この P にアクセスするためにこの PP から値を取ってきて、そして991、そしてこれを元にここへアクセスするっていうふうにすれば、P が、オブジェクト、システムオブジェクト、ちょっと SO って書きますね、めんどくさいね。 SO をこういうふうに指している、例えばまあこれ1234っていうメモに割り付けられているとします。ここに1234って入ってるはずですね。その1234という値を入手することができます。不要だと判断できれば、そいつを削除することができますね。もうこの1234というポインタさえ得られれば、つまりフリー1234ってやればこいつは削除することができるということになりますね。なのでポイントとして、どうやって、このアドレスにアクセスするか、C のコンパイラーはどういうふうに、このローカル変数を割り付けてるかわからないので、とにかくそいつにアドレスを与えて、プログラマブルにアクセス可能にさせるにはどうしたらいいかというと、まあ、こういうふうにすればいいんじゃないかということですね。ちょっと今フリーって書きましたけど、実際に単にマークをつけるだけですね。回収しちゃまずいんで、回収されないようにするためにマークをつけるというのが基本的なアイデアです。で、ただですね、今の C コンパイラーはものすごく利口なので、こういう式を見てもまだ PP はレジスタに割り当てられて、そいつから間接参照している別のレジスタだというふうに判断するかもしれないんですよ。 EBX はもうこれはあれですね、32はアスタ P アンド P って書いた方がいいかもしれないですけど、間接的にもうもはや値としてコンパイル中の話なんで値として表現できないんですけど、まあなんか P を参照しているリファレンスと P の値を EBX として管理するっていうふうに判定されていると、そうするとひょっとしたらP も PP も喪失して全部レジスタで操作するってことになるかもしれないですけど、
めちゃくちゃ利口だとそうなるかもしれないんですが、まあポイントがあってですね、例えば何か、これグローバル変数です。 C のグローバル変数でボイドアスターの GP みたいなグローバル変数が、まあ、どっかにあったとします。この GP にちょっと式としてむちゃくちゃですけど、&PP みたいな感じで、ちょっとこんなこと書けないですけど、グローバルのところに書けないですけど、まあ仮にですね、要するにグローバル変数としてこの PP のアドレスを、格納するようなコードを置いたとします。そうするとね、これグローバル変数なので、さすがにね、ここから PP が参照できるようにするには、ここには PP のアドレスが格納されないといけないですね。が格納されないといけないので、これはもうどう考えても PP はメモリ上に割り付けないといけないです。で、PP をメモリ上に割り付けなきゃいけないってなった瞬間にですね、P も割り付けなきゃいけないっていうふうに芋づる式に、レジスタ割り当てができなくなります。これどう考えてもそうなんでね。なんでかというと、グローバル変数っていうのはどこから参照されるかわからない。今コンパイルしているソースコードの単位の中かもしれないし、その外からアクセスされるかもしれないですね。例えばドットネットじゃなくて、Win32 の世界で言うならば、Linux でもそうですけど、ダイナミックリンクライブラリーという形で、グローバル変数を公開することも不可能ではないので、そうすると、まあ、どんな処理系でコンパイルされた、あるいはコンパイルじゃなくてインタープリタかもしれない、そいつらがこのグローバル変数にアクセスするかわからないので、今言ったようなうまくレジスタ割り付けして、メモリ上からきれいさっぱりその割り当てをなくすっていうようなことはできないですね。 C コンパイラーの中に閉じなくなってしまう。ということはこいつはどう考えても物理的なアドレスを持たなきゃいけない。でこいつが持つってことはこいつが持たなきゃいけない、こいつが持つってことはこいつも持たなきゃいけないという話になり、これらにはすべからくちゃんとアドレスが割り当てられるようになる。そしてこういうふうにすればですね、 GC はこの GP を頼りに PP にアクセスし、 PP から P の値を取り出すことができるという流れになりますね。あー長かったで、ここ PP から P っていうのをなんかなんでこんな間接的にするの、最初から P 見ればいいんじゃないのって、ここ P 入れればいいんじゃないのみたいな、ちょっとこれもこんな風には書けないですけど、まあこんな風に P のアドレスを直接参照すればいいんじゃないのと思うかもしれないですけども、それはなぜかというと、このホゲという関数の、下の方で P の値を再代入するかもしれないですね。今これ入手しましたけど、別のインスタンスを割り当てるかもしれないし、ヌルを入れるかもしれないですね。それによってここの P の これですね、この値が書き換わっていきますので、GC を動かそうと思った時に現在ここに何が入っているかを見ないといけないので、なので、間接的に、こいつを参照するようになっていて、そこから、今GC が動こうとしているときに今ここに何が格納されているかっていうのを、見るために間接参照になるようになっているということですね。長かったはい。であとはですね、このグローバルな、ポインターとそのここですね、ここで割り当てられたこのポインターをどう結びつけるかっていうことが機械的に何か1位な、機械的な方法で1位にその定めるにはどうしたらいいかということを考える必要があるということになります。いやー長いですわちなみに、これは我々がその IL2C にポータビリティを持たせようとしている、要するにできるだけランタイムのコードをたくさん書かずに、
まあちょっと今回ね GC のサポートはどうしてもねガベージコレクションの処理が入るので少しランタイムコードが入るんですけど、できればなんか極小のランタイムのコードのコストで、しかも、処理系によらずに、どんなっていうとちょっと自信はないんですけど、大半 の、のコードで、何の問題もなく動くように動くコードが生成できるようにするというのが大きな目標になっているので、なのでこのようなまどろっこしい方法をしています。今の .NET フレームワークの CLR もそうだし .NET Core の CLR もそうだしモノもそうだし、まあ、他にも、ね、多分ですけどちょっと分かんないですけど、まあ、Java の JVM とかもそうだと思うんですけど、それはやっぱりプラットフォームのその知見、初めから分かっている知見を使って、ああいう CLR とか JVM とかいうのは 自力で IL を解析しながら、実行コンパイルするわけですよね。ジャストインタイムで実行時に IL から IL とかバイトコードから直接マシン語コードを生成します。自分で生成してるんで、スタックにどういうレイアウトでローカル変数を割り付けるのかということももちろん自分で知っているので、なのでおそらく、今言ったような工夫を何もしなくても、ああもうなんかスタックポインターのオフセットいくつのところにその、オブジェクトリファレンスがあるみたいなことは分かっているので、ああいう環境ではその手楽ですよね。何もゼロコストでそのあたりを調べることができるっていうのは利点になりますが、まあ今言ったようにそのポータビリティはないですね。バイナリーとしてどういうふうに配置されるかということを一つ一つのそのプラットフォーム86の場合64の場合、まあ、今だとね ARM でいくつかのバリエーションがありますけど ARM のいくつかのバリエーションの場合、MIPS の場合とか、まあ、他のプラットフォームですね、そういうものをすべからく全部別々に個別に対応させないといけないので、まあそういうとこは移植としては大変ですよね。ドットネットコアのその CLR とかがなかなかその別のプラットフォームに移植が進まないっていう、まあ原因っていうとあれですけど、なんかなんていうのデメリットのようにも見えますけど、それはトレードオフなんで、その代わりそれが実現できればね多分コストは最小なんで一番いいと思うんですが、まあそういうような理由があって、彼らはそういう情報は必要としてないけど、プラットフォーム固有のそのバイナリーレイアウトについては自分たちでコントロールをするから実現可能と。我々はそうではなくって、C コンパイラーという枠組みの中で最大限のポータビリティを実現しようとしているので、こういう方法を取っているということと大きな違いがありますということですね。で、あとですね、これ今ホゲという関数の説明でしていました。仮にこれのボディの中から別の関数を呼び出している場合、こんな感じでね、で、別の関数の中で使われている、ローカル変数、これはまた上とはまた別ですよね。もう当然のことながら、この中にはもちろんオブジェクトリファレンスを扱うコードも含まれている可能性がある。使われてないかもしれないですけど使われている可能性があります。例えば URL みたいな感じで、ここにも P があって、ここはまた別のことに使ってますよね。今、ホゲの頭からスタートして、ホゲ2に飛んで、ここら辺を実行しているという、実行しているとします。その場合ですね、この P は、システムオブジェクトを参照しています。そしてこの P はシステム URI を参照しています。いますね。で、今ここら辺を実行しているとしますと。で、GC が走りますと。で、そうすると、
まあちょっともう書かないですけど、さっき言ったあの PP ですね、 PP イコール &P みたいなコードがここら辺にあるとします。みたいなコードがまあここでもここでも入っていると。でこのグローバルのところのポインターが1個しかないとですね、まあちょっとこれ分かりにくいんで仮に PP1、 これを PP2 としますね。でまあ PP1 とこういうふうにしてるとこっちは分かりますね、追跡できます。でもこっちが追跡できないですね。でそうすると、PP1 は追跡できたからここにマークをつけます。でもこっちは追跡できなかったからマークがつかないので、GC の最後のフェーズで、マークがついていないインスタンスを回収するっていう段になった時にこいつにマークついてないからこれ回収されてしまいますね、これ回収されてしまう、これじゃまずい、まあ当たり前ですけどまずいので、どうするかというと、まあいろいろ方法あります。例えばこいつをリストにする、まあ簡単あのイメージ的なことですけど、リストのストみたいなリストにしといて、使われてるやつをどんどんここにアットしていく、で使われなくなったらリムーブするみたいなあの方法があります。別にまあこれでもいいんですけど、まあリストはねちょっとコスト高いのであのリストってもちろんあのリストあの C なんでね、我々がやろうとしてるのは C のランタイムなので、リストクラスなるものは存在しないので、でこれどうにかしなきゃいけない C の配列で、まあ、自分でうまくやるっていう方法も考えられるんですけど、まあ、あの私が取った方法としてはまあ、単にリンクリストになればいいだろうということで、概念ですけど、まずこいつはここを指しています。で、次にこれを指しています。みたいなリンクリストが貼れるようなうまい構造にしておけば、そうすれば、たどれますよね。まずこれをたどって、こいつが指しているのがこれだから、ここにマークをつける。そして次のリンクに行って、こいつが指しているのがこれだからこれのここにマークをつけるみたいにするというふうにたどることができるようにしておけば、そうすれば、参照しているインスタンスすべからくマークが入るはずで、次のその、GC の最後のそのマークがついてないやつを回収するっていう段の時にその回収されちゃまずいものが回収されない、されてしまうってことはなくなる。であと、マークスイープの方あのその、手順として最初に、マークがついていないっていう状況を作らなきゃいけない。それは、こういうふうになんか GC の処理するとマークつけてしまうんで、これ実際にはあのフラグなんですよ。で、フラグがついているので、一番最初マークを始める直前にとにかくついてるマーク全部削除しておかないといけないですね、消さないといけない、こういう感じで。でこれはメモリ上に存在するすべてのインスタンスに対して消して回らなきゃいけないですね。ということは、他にもいっぱいインスタンスは存在するはずで、こういう感じでね存在するはずで、で、これらどういうふうにやるかというと、インスタンスにもすべてリンクリストをつける。まあ、これも、同じように、ボイドアスターで、G インスタンスみたいな、グローバル変数の、ポインターを1個だけ持っておいて、で、こいつが、ここを指す。次がこれを指す。次がこれを指す。これを指す。これを指すみたいな感じで、これはあのあれですね、インスタンスを入した順にあのリンクが結合されていくので、まあ、実際この通りになるかどういうふうになるかわからないんですけど、とにかく生成したインスタンスには全てリンクリストでたどれるようにしておく。でそうすれば、
マークスイープの最初の段階でマークをすべて消して回ることができますよね。まあ、あの前回の GC の残骸でこんな風にあのマークがついていても、ここから辿っていって消す、これもまあ消えてるから消す、消すで、まあ、これもこれも全部消えるっていうのを第一段階がこれで実現できますよね。で第一段階やって、第二段階はさっき説明したように、こういうふうにリンクリストを辿りながら、参照されているものについてマークをつけます。そして第三段階でマークがついていないインスタンスを解放するんですけど、それもまたこいつを使えばいいですね。ここから見ていってマークついてるからこれは残しておく、これも残しておく、でも次見たこいつにはマークがついていないからこれ削除する、そしてその次のこれもついてないから削除する、そしてこの次のものもついてないから削除するということでコレクトできましたね。ガベージコレクトできましたっていうような、動作をやらせればいいということになります。これが、今さ、あの最初にやったというかですね、その GC のマークスイープ GC の、概要ですね、どういうふうに実現したかというのの概要になります。はい、長かったじゃあ、もうちょっとね、あのソースコード上で実際どういうふうに出力したのかっていう説明をしていきたいと思います。これ、C の変換したコードなので、ローカル変数としてはここからここまでが定義されていますね。でここがその今言った、それぞれで使っているその関数で使っているそのローカル変数の検査しなければならないものを情報として蓄えてリンクリストを生成している部分です。でまずですね、無名の構造体を作っておきます。無名型の構造体ですね。でこれはあのエグゼキューションフレームというあの構造体が定義されていて、まあそいつに習ってるみたいな感じになってるんですけど、どういうものかというと、ですね、あ、ここにないわ。エグゼキューションフレームというのはこれですね。レイアウトが重要で、最初が次のエグゼキューションフレームへのポインターです。これが要するにリンクリストになっています。あの次のフレーム、次のフレームというふうにたどれるようになっている。でこの NEXT、PNEXT をたどっていけば、たどれるようになっていると。それから、2番目の要素として、ターゲットカウントっていうのがあります。これはその次のこのターゲッツですね。P ターゲッツがいくつ要素を持っているかっていうのを表しています。で、生成例を見てみるとですね、PNEXT とターゲットカウントは一緒ですよね。同じように宣言されています。ここの後ろですね、さっき配列になってましたけど、これですね、ボイドアスタアスタの配列になっているんですが、こっちを見ると、なんか具体的な型が与えられたポインターへのポインターみたいな感じになってます。そう、これすごい分かりにくいんですが、これがあのさっき説明していた PP に相当する情報ですね。で、これ1個しかないですね。今1個しかないですけど、これは N 個存在する可能性があります。で、N 個存在する場合に備えて、ここが配列になっているということですね。とりあえず今1個だけです。なぜ1個だけかというと、追跡しなければならないオブジェクトリファレンスの、ローカル変数が1個しかない。これですね。この、スタック0の0だけなんですよ。なので1個しかないので、1個だけここに格納できるようになっています。よく見てください。アンダースコアアンダースコアはスコアスタック0の0になってますね。でこっちは、P アンダースコアアンダースコアスタック0の0と、なので、こいつはローカル変数として、C コンパイラだけがうかがい知れるどこかに格納されます。でこれがそこへのアドレスを格納するということになります。こっちはポインターですけど、こっちはポインターのポインターなんで、ここを指すアドレスがここに格納されるということですね。で、その初期化をしているのがここです。もう見ての通りなんですけど、まず、
ターゲットカウントは1個しかないので、1という値を代入しています。そして、P スタック00はスタック00のアドレスを代入するようにしています。これで、事前準備ができた、これとこれの値は格納できたので、この状態で、GC リンクエグゼキューションフレームっていうあらかじめ用意しておいた、関数を呼び出します。これが、ランタイムライブラリの一つになるということですね。でこいつが実装がどうなっているかというと、ランタイムライブラリはね、今、全部ここに入っています。この IL2C.C ですね、ここに これに入っているので、分からなくなったらここを見てもらえれば、全部分かるよう、そこに格納されているようになっています。分量はそう多くないです。これ、多分200何行しかない、今のところは200、そうですね、250行ぐらいしかないので、非常に小さい、小さくしてるんですけどあまり余分なコードを出さないように気をつけて作っているので、小さいですね。でこの GC リンクエグゼキューションフレームは何かというと、さっきソースコードに生成したのって無名型の構造体でしたね。インスタンスとしてエグゼキューションフレームというのは渡ってますけど、型としては無名です。で、この無名の構造体がボイドアスターでポインターが渡ってくるので、こいつを無理やりエグゼキューションフレームにキャストしてやると、前半の2つのレイアウトは一緒でしたね。2つの、これです。エグゼキューションフレームへの次のリンクリストのポインターと、それからターゲットカウントのレイアウトについては無名構造体と全く同じようになるようにしていますので、無理やりキャストしてもその2つの要素については問題なくアクセスできるということで、この pnext ですね、次の、スタック、次のこのエグゼキューションフレームへのポインターをグローバルな、ポインターに、割り当てて、グローバルなポインターに格納されている値で、上書きしておきます。で、そのグローバルなポインターを新たにその今の、無名構造体を指すように、代入しておきます。これでリンクが完成するという感じですね。で、ここね、この順序結構重要で、今実際このコードもそうなんですけど、シングルスレッドで動く前提でコードを書いているんですが、一応ですね、コンカレント GC が可能なように考えておいて、このリンクの付け方とかですね、そのあたりが矛盾が起きないようにちょっと気をつけてはいます。先に、この、フレームの、現在のグローバルフレームの値を pnext に入れて、それからその pnext の値を新しい、ポインターで置き換えるというような感じの順序でやるようにしていますが、ここもうちょっといじらないかといけないかもしれないですね。なんだっけ、インターロックエクスチェンジかなんかに置き換えないといけないかもしれないです。はい。そして、これでまずリンクリストができたので、これでいうところのここですね、このリンクが出来上がったですね、このリンクが出来上がりました。で、これは、デバッグビルドの時だけ一応チェックするようにしています。で、一つはその IL2C の整合性の確認で、もう一つはですね、自力で全部 C のコードを書いた場合にですね、初期化忘れがあるといけないので、一応そういうのが確認できるような感じで、チェックしています。で、これでリンクができるようになったので、元のコードに戻ると、ここですね、リンクしました。で、その、リンクができたら、いよいよ IL の、処理を実行します。ここの部分は今のところずっと、連載でやってきたところと変わらないですね。で、ただ、このメソッド、関数ですね、関数を抜けるときに、今度はその今リンクリストを接続したやつを今度解除しないといけないですね。で、そのために、GC アンリンクエグゼキューションフレームというのを、用意してあります。で、これが、この下にあるんですが、これですね。
で、これはエグゼキューションフレームのポインターを渡してやると、もう単純にあのグローバルのそのポインターですね、そいつに、このもともと次を指していたやつを、代入して、リンクを一つ解除するというような操作になってます。まあ、これあの今あの関数としてあのこんな風に分けてますけど、まあ、ひょっとしたらまあインライン展開狙ってあのデファインで定義した方がいいかもしれないですね。まあ、VC の場合リリースビルドするとあのこういうものもあのすべからくインライン展開されるんですけど、まあ、一応そういうことはしてもいいかなとは思っています。はい、でこれを忘れずにそのリターンの手前に入れるようにしないといけないですね。でこれはあの今あのコンバーターのところでやってはいるんですけども、ちょっとあの無理やりあのダーキーハックみたいな感じであの リターン文が入っていたらその直前にこれを挿入するみたいなことにしてあります。まあ、ちょっともうちょっとあのいい方法がないかなとは思っているんですけど、とりあえずそういう感じで実現していると。まあ、ポイントとしては忘れないようにあのこの関数を抜けるときにそのフレームをあの接続した場合は忘れないように切り離すというところがポイントになります。で、まあ、最適化の一環としてですね、そのローカル変数に1個もそのオブジェクトリファレンスがない場合、そもそもこのスタックフレームの生成はしないようにしてあります。でしないということはリンクもされないし、それから、アンリンクもされないというような工夫は一応してあります。なのでCシャープのソースコードを書く側の工夫として、まあ、そのオブジェクトリファレンスをその扱わないようなコードをまあうまく書けば、そうすればそこに対するそのコストはあの増えないようになるということで、これもあのあれですね、コントローラビリティというか、プレディクタビリティですね、プレディクティビティですね、の、 あの向上につながるんじゃないかなというふうに思っています。はい、で、まあそうですね、今の話はあと例外ですね、まだ取り組んでないですけど、例外が発生した場合に、例外がスローされて、ここのメソッド内で何も処理されずに抜ける場合に、アンリンクはどうなるのかとかですね、まあ、そのあたりもちょっとあの詰めないといけないですね。まあ、それはあの例外をやるときにやりましょう。今はちょっと盛りだくさんすぎるので、一度にやらない方がいいかなというふうに思っています。はい、大体こんな感じですね。その、出力される関数については、まあ、こんな感じということです。では、こっちですね、あのランタイムの方ですね、もう少しあの説明をしていきましょうかね。で、先ほど言ったように、このランタイムライブラリというものをそもそもあのできるだけ少なくしたい。まあ、可能ならなしにしたいと思っていたんですが、残念ながらちょっとなしはさすがに難しかったなぁとは思っています。でただ、これはあの GC を扱う場合だけ、今のところはですけど GC を扱う場合だけ必要になってます。で、極論するとですね、GC が必要とされないコードであれば今でもあの IL2C が出すコードというのはこのランタイムライブラリというかですね、ランタイムコードを一切必要としないはずです。それはですね、プリミティブタイプとそれから、バリュータイプだけで作られたコードですね。まあ、これすごい制約としては厳しいので、まあ、あんまりあのなんて現実的ではないとは思うんですけれども、一応そういうコードを C シャープで書けばそれを IL2C に変換した結果としてはこのランタイムコードもいらないということになりますね。まあ、一応ミニマム、あの小さくミニマイズは可能だということになります。はい、で、基本的な方針としてはですね、ここにあの最初の方のここの部分ですね、ここの部分に、プラットフォーム依存 の、 あのコードを、こう集約してあるというか、まあこれだけですね、今のところはですけど、これだけです、必要なもので。まあ順番に解説すると、まずあの GC が扱うヒープメモリですね、ヒープメモリの確保と解放は、まあ一応今マロックとフリーでこんな感じであの実行してるだけです。なのでまあ要するにこの GC アロックっていうのはマロックで、 GC フリーっていうのはフリーだと思ってもらえればいいです。これはあの最初にマークスイープ GC をあのやりますと。でしかも、GC につ
GC がその確保したメモリについては移動しないと、コンパクションしないという前提に立っているので、なのでまあ普通にまあロクとフリーを使うコードにしてあります。まあこの部分ですね、もっとやりようによってはですね、例えば別のその GC の手法でいけばコンパクションとかも実現できるので、まあそういうのを含むアルゴリズムに変えるということもできるんですけど、そうすれば当然このランタイムのライブラリというかコードが増えてしまう、そのヒープの管理のために増えてしまうので、まあちょっと今すぐそれやらなくてもいいかなというふうに思っています。マロックとフリーでやるという感じですね。なのでこれを独自のそのアロケーターとかに変えたい場合はここを差し替えるだけでまずいけるということが一つ言えます。それから今これWin32 とそうでない環境でちょっと分けてあるんですけれども、値の交換ですね、これを実現するための、コードが、まあ、こんな感じで、定義してあります。で、まあ、ちょっと CRT で枠は直接関係あるわけじゃないんですけれども、ここの部分ですね、これ Win32 の世界では、というかまあ VC ですね、 VC ではインターロックドエクスチェンジポインターというイントリンジックな関数があります。これは VC プラプラがこれに対応する機械語コードを直に生成してくれるというやつなんですけど、これ何かっていう と、指定されたポインターと引数で指定された値をアトミックに交換できるんですね。これはマルチコアの環境、まあ、OS を含めばマルチスレッドなんですけど、マルチコア環境は、まあ、マルチプロセッサー環境ですねの時でも安全にこの交換値の交換が実現できるという、そういう機械語命令に置き換えてくれるものです。で、今は必要ないです。今は、全部シングルスレッドでテストしてますね。なので実は必要ないんですが、まあ、将来的にそのマルチスレッド環境で動くようにするってことを考えた場合にですね、その GC が、コンカレント GC と呼ばれているものなんですけど、要するに別のスレッドで GC 処理をさせたりとかいうようなことができるようにするためには、こういうようなその安全なその値の交換とかができないといけないので、まあ、一応それをやることで、それをやるために、まあ、こういう定義をしています。これの他にね、もっと緩い方法では、例えば Win32 だとクリティカルセクションとかですね、まあ、ああいうものを使うっていう方法もあるんですけども、まあ、こっちだとね、ロックフリー、まあ、なんだ、プロセッサの、キャッシュの、なんだっけな、キャッシュプロトコルが発生するような気はするんですけど、まあ一応一番低コストな方法で安全に処理できるということで、インターロックドエクスチェンジポインターを今は使うようにしています。で、まあ Win32 はまあそういうふうにしてるんですけど、まあそうじゃないその他の雑多なプラットフォームですね、で特にシングルスレッドで動かすっていう前提でいいっていうんであれば、一番簡単な実装として、まあ代替の実装がまあこんな感じで用意してありますと。でその値を交換する対象の、値の型をまあこんな感じで uint8t で宣言しておいて、そいつを値の安全に交換できますよと。安全にって言っても実際にはシングルスレッド前提で単に値を入れ替えてるだけですけどね、要するに代替実装をこういうふうに用意してやることで、まあなんか想定しない環境でもシングルスレッド環境だったら問題なく動くよと、移植できるよみたいな、簡単に移植を簡単にするために、まあこういう実装を用意しておくということになります。まあ今ね、当面直近で狙っているのは、Linux 環境で P スレッドで動けるようにするとか、まあP スレッドとかね、Win32 とかね、強力すぎるんで、まあ、それできて当然みたいなちょっとイメージがあるんですけど、そうじゃない環境で言うならば、例えば ESP32 ですね。ESP32 で今、FreeRTOS が、なんか、
あの移植作業をしてるみたいで、あのまあなんかそれっぽくあのスレッドとかあのネイティブスレッドをね割り当ててあの実行できるみたいな環境が整いつつあるので、まああの辺りでにねあの移植できるようにあのするコードが足せるんであれば、まあそれ内容的にはねあのフリー RTOS のそのこういうあの安全な値交換の仕組みとか、まあひょっとしたらミューテックスロックとかロックとか使わないといけないかもしれないですけど、その辺のあの移植コストを最小にできれば、要するにまあここに書いたぐらいの、まあ、こういうようなコードで移植できるっていう風になれば、だいぶあの楽にあのマルチスレッドというかマルチあのコア環境に移植できるということになるんで、まあ、だあのこう明るい未来が待ってるんじゃないかなみたいな風に思っています。まあそれをな、まあ、ちょっと妄想してる感じでこんな感じであの実装しています。はい。であとですね、マークをつける、マークをつけるって、あの、さっき図でも説明してましたけど、あの、このインスタンスは、その、GC の、その、コレクト対象から外すためにマークをつけるって話をした、そのフラグがこれですね。この GC マーク、ノーマークと、それから GC マーク、ライブという、まあ、2つのマークがあります。初期値として、要するに、あの、一番最初のステップとして、そのノーマークで、あの、マークされてないっていう状況を作ります。これは、まあ、単純に0を代入するんですけど、で、こう、スタックフレームを、あの、追跡しながら、インスタンスを見つけたら、そのインスタンスにマークをつける。つまり、このライブ状態にするっていうのを、まあ、1を代入することで実現するという感じですね。で、このエグゼキューションフレームっていうのが、あの、さっき説明していた、あの、関数ごとに作っているフレームですね。これは、あの、こっちのその GC 側から見ると、こんな風に見えているという定義です。まあ、ここは、あの、さっきから説明しているので省略します。で、あと、もう一つ重要なのが、このレフハンドラーっていう構造体で、これは何かというと、このシステムオブジェクトとか、あのシステム URI とか、要するにオブジェクトリファレンスに対応する、オブジェクトの型ですね、クラスの、インスタンスの先頭に必ずつくヘッダーというふうなあのものが、あのレフヘッダーに相当します。なので、もうちょっと詳しく書くならば、ここが、例えば URI、先頭に必ずレフヘッダーというものがつきます。そして例えば URI でいうようなシステム URI のなんか内部にあるあのプライベートもパブリックもそうですけどインスタンスフィールドの値がその後ろに続くみたいな感じになってるんですね。でこれ全体が GC アロクでGC アロクで、確保されます。なのでその GC アロクで確保するサイズというのはこの URI に対応する構造体のサイズプラスレフヘッダーのサイズっていうことになります。そして、重要なのが、メモリを確保してで、C シャープの世界で言うならばコンストラクターが呼び出されて、そのオブジェクトとしてインスタンスが初期化されて完了されたときに返されてくるオブジェクトリファレンスの参照の値、ポインターの値というのはここを指している。オブジェクトリファレンスのポインターはここを指すようにしてあります。これはソースコードを書く上でまあ URI 例えばこれ URI クラスですけど URI のそのフィールドにアクセスするコードが、まあ、スムーズに書けるっていうようなことで、ここを指すようにしています。レフヘッダーにアクセスするには、このポインターマイナスレフヘッダーのサイズだけ、マイナスしてやる必要がありますね。しかも、GC が回収したあの使われてないということで回収した場合も、レフヘッダーだけマイナスしたところ
ここのポインターに対して GC フリーを呼び出すみたいなあのことをする必要があるっていうところが、違うところです。これね、あの別の方法として全て の, あのクラス型の先頭には必ずレフヘッダーをあの定義として入れるっていう方法も手法もあの考えられました。それもあの検討してというよりも最初はそれをあのそうしようと思っていたんですけれども、なぜこうしたかというとですね、理由があってですね、先ほどから説明しているこのスタックフレームの、 あの追跡のためのコードは結構あのいくらの VC とかが頑張ってリリースモードであのビルドして最適化されたとしてもやっぱりなんかそれなり の, あのコストになるんですね、分量的に。でなんかそれをちょっと現実ひょっとしてそうなるかもしれないという予想と実際にやってみたらやっぱりそのぐらいのコードになったなっていうのはあります。で、もうちょっと言うとですね、あのこの PP とかですね、あの &P でアドレスをあの参照することによってこいつにアドレスを与えるという話をしたんですけど、アドレスを与えるっていうことはつまり本来ならレジスタ割り付けによって、コードに最適化できる手法もあのコンパイラーにとっては取れなくなる、封じられたってことになるんですよね。なので必然的にそれはあのコストの高いあのコードが生成されてしまうっていう可能性があるなとは思っていて、で実際やってみたらそうなったので、うーんなるほど、なんかそのローカル変数でオブジェクトリファレンスを保持するようなコードを書いてしまうと、そうするとスタックフレームを生成せざるを得なくなって、そうするとコストがガーンと突然跳ね上がると。じゃあもしですけど、あのちょっとこれできるかどうかまだよくわからないんですが、仮に、関数内だけでしか使われていないインスタンスをあの生成した場合、例えばこれ今、ニューシステムオブジェクトってやってますけど、このインスタンスがどこへも漏れ出していない、リターンもしてなければどこかに保存もしていないっていうような追跡が、もし現実的にあのな複雑さであのその追跡が可能ならば、それってあのわざわざヒープにあのマロクで入ってあの生成して、でこういうふうにレフヘッダーつけて、でそれからあのスタックフレームに接続してみたいなコードをやらなくてもいい、全部省けるって話になりますよね。あのなぜかというと、この関数から抜けたらもうこのシステムオブジェクトは用なしになるわけですよね。それって裏返せば、バリュータイプと同じ扱いにできるかもしれないってことです。もうちょっと言うならば、スタックに直接これのインスタンスを置けるんじゃないかという話ですね。言ってるのはちょっと楽観的すぎるなと思っていて、そのクラスの中で使われているフィールドのどこかにオブジェクトリファレンスが格納されていたらもうちょっと難しいかなっていう気はしているんですが、それらを満たす場合、スタックフレームのアクセスとかも全部削除できるので、ローカル変数に今あのバリュータイプで扱っているのと同じように、ローカル変数に直接その構造体のインスタンスを置くことができると。そうすればレフヘッダーとかいらないし GC アロクもいらないですね。なのでそうなった場合のことを考える と、レフヘッダーをこの例えば URI の先頭に必ず含めるようにしてしまうと、そうするとレフヘッダーのコストが、まあ、これ数、どうだろう、十何バイトぐらいかな、だと思うんですが、そのコストの分余分にスタックを消費することになります。まあそれスタックに割り当てられた場合結局誰もアクセスしないから、まあ、無視しとけいいって話もあるんですが、まあ、せっかくねなんかそういう最適化がもしできるとするならば、レフヘッダーもそこへ置かないようにした方がいいわけで、結局のとこ必要なのはここだけですよね。 URI の、フィールドだけが、ローカル変数に割り付けられればベストということになるので、その場合を見越してですね、一応ここにはレフヘッダーが入らないような構造体の定義にしておくと。そうすると今は入したりフリーしたりするときに、この先頭にレフヘッダーが余分についていることを想定して計算をしてやってるんだけども、ローカル変数というかスタックに割り付ける場合にはこの
構造体を生で使うことによって、ここで必要となるサイズだけがスタックから割り付けられるというふうにするといいんじゃないかということを考えて、今こういう方法、要するにポインターをわざとヘッダーの分だけずらして管理するようにしています。というのは、我々がそのターゲットにしてまあポータビさっきから言っているポータビリティの一環で、すごく極小のリソースですね、AVR のような8ビットマイコンの上でも動くみたいなことを考えると、8ビットマイコンってね、本当にスタック領域少ないんですよ。もともとね、自由に使える SRAM が本当にね、8キロバイトとかそんなんしかなくて、でそこからワークに固定的に使っている領域とかが4キロバイトで、ヒープに割り当てられるのは2キロバイトで、なんか残り1キロバイトは何かの管理で、最後の1キロバイトがなんかスタックと。スタックが1キロバイトしかないみたいな、そういう世界があったりするので、できるだけその余分なそのスタックを消費しなくても済む方法があるんだったら、そういう余地を残しておきたいという思いから、一応こういう工夫が可能なようには考えています。さっき言ったように、それは依存型っていうのかな、要するにこれがここで使っているこの変数がスコープとしてどこまで使われるのかっていうのが解析で明らかにできなければいけないので、そこには強い制約があると思うんですけれども、もしそれが実現できた時のことを想定して、一応こういうポインターをわざとずらして管理するという前提にしてあります。で、レフヘッダーがそういうことですね。で、レフヘッダーは先頭にやっぱりリンクリストを持っています。これはさっき言ったように、GC の最初の段階で、マークをすべて削除できるようにするために、確保した、メモリはすべて、このリンクリストでたどれるようになっている。そして、そのマークですね。マークを格納するのがこれです。初期値はさっきのノーマークが代入されることによって、マークなしになり、GC で、トラバスしているときにその見つけるとこのライブが代入されることによってマークがついたという状態になります。そして真ん中のこれですね、このマークハンドラーっていうのがあるんですけど、これはここに定義されているように関数ポインターですね、関数ポインターになっています。ボイドの引数を取る関数ポインターがここに格納されるんですけど、これは何かというと、レフヘッダーは、全てオブジェクトリファレンスの型につきますね。こいつの先頭にこういうふうにつきます。で、これの中にフィールドがいくつかあると思います。イント A、もうちょっとひねりがないですけど、キャラ B。そして、なんか別の何か、例えば、ホゲ、クラス、C、みたいに、フィールドがいくつか定義されている場合に、こいつがオブジェクトリファレンスだった場合、これがオブジェクトリファレンスだと、そうすると、また別の、こうなるかな。ホゲは、これもまたクラスだとします。そうすると、誰かがどこかのタイミングで入するわけですよね。だから GCR6 で確保されて、ヒープにメモリが割り当てられて、こういうふうにヘッダーがちゃんとついて、で、ホゲのインスタンスがあります。そこへの参照というか、ポインターですね。これがここへ入りますよね。そうすると、GC が、そのマークをする段階に、こいつにもマークつかないといけないですね。
ここからもしこいつこの C にポインターが入っていて、ポインターがこいつを指している場合、こう探索していったらこれが見つかりました。そしたらこいつにマークをつけます。で次こいつの中に、あ、こいつが参照している先のこのインスタンスにもマークをつけないといけないんですよね。このマークつけないと全部探索した後にこいつマークついてないので、これ GC の、回収対象になってしまいますね。なので必ずマークはつかなければいけない。じゃあどうやってマークをつけるかという、なんかまた問題が発生し、しかもこれは、この関数のそのネストした呼び出しですねの時のそのスタックフレームとは似てるんだけどちょっと違いますよね。こっちはスタックフレームに確保された何らかのその構造があり、そいつのどれが、そのオブジェクトリファレンスを指しているかっていうのを明らかにするためにさっきのエグゼキューションフレームとかそういう構造体があったんですけども、こっちはまあ言ってみればこの URI だった URI の、何らかのクラスの中の、構造そのものですとは言っても、リフレクションはやっぱりないので C の世界にはリフレクションはないので、やっぱりこの3つのフィールドというのはコンパイルされたらどういうふうに配置されているかっていうのはわからないですね。まあただフィールドへの参照のコードは書ける、C でコードは書ける、こういうようななんというかハックのようなテクニックを使わなくても、この C を見たければ、このインスタンスの、C を参照すれば、ポインターの値は取れるので、なので、この中クラスの中でどのフィールドがオブジェクトリファレンスを保持しているかっていうのを確認しながら、そのオブジェクトリファレンスが格納されているフィールドだけをチェックして、もしそのフィールドに値があるんだったら、再起探索、再起と言っているのはマークをつけるため の、 その、インスタンスを再帰的に探索する、そういう処理を、行うように、コードを書い出力してやる、IL2C が出力してやるっていうようなことをやらせるための入り口としてこの関数ポインターがあります。このマークハンドラーというのがそうですね。じゃあこのマークハンドラーというのはどういうふうに、生成されるのかってことなんですが、一例を見せると、まず一つマークハンドラーはクラスごとに1個だけある。まあクラスが分かればね、なんかそのクラス内にどういうフィールドがあって、そのうちのどのフィールドがオブジェクトリファレンスなのかっていうのも分かっているので、クラスごとに1個あります。でつまりですね、コンストラクターと同じような感じで生成されていて、ここにランタイムヘルパーズっていう、こういうのがあります。で、ここにですね、このアンダースコアから始まる IL2C テストターゲット、クラスタイプテストターゲットのマークハンドラーと名前のついた、こういう関数が自動的に出力されるようになっています。こいつは引数を一つ取るんですけど、この P リファレンスは、インスタンスのポインターですね。具体的には、ここです。ヘッダーではなくて、ここですね。ここ。このポインターを取るようになっています。で、ここの中で、このトライマークフロムハンドラーという、このシンボルをそのフィールドごとに呼び出すようになってます。 P リファレンスが、構造体の先頭を表しているので、そいつの、該当する、オブジェクトリファレンスのポインターが入っているメンバーをこんな感じで、指定して、で、この、シンボルを呼び出します。これマクロなんですけど、ピークマクロはこんな感じですね。そんなに難しくないですけど、要するにこのオブジェクトリファレンスの値が、ヌルじゃなければ、この GC マークフロムハンドラーっていうメソッドを呼び出すようになっているという感じですね。
これね、この if 文の判定は、このメソッドの中で、あの関数の中でやってもよかったんですけど、こうしておけば、まあ、インライン展開されて、その呼び出しのコストが削減できるとかいうことを狙って、一応こうマクロで、if で囲われるようにしてあります。で、それは、どういうコードかというと、これですね。gc マークフロムハンドラー。で、やっぱりこのリファレンスが渡ってくるんですが、このリファレンスは、構造体内の、あ、間違えた、ここか。構造体内の、この例で言うならば、ここじゃなくて、ここですね。これ、これの値。これの値が、リファレンスで取れてくる。引数で指定されてくる。あれね。これですね。この引数で指定されてきます。で、これの、ここですね。ヘッダーの位置、ポインターを特定するために、まあなんか、ヘッダー分だけマイナスして、そのヘッダーのポインターを取得しといて、この G、まあ、このヘッダーが、マークされていなければ、マークするみたいな、処理がここに書かれています。で、マークしてない場合マークするんですけど、マークされたら、この、このヘッダー内のさらに次のハンドラーを呼び出すっていうふうになってます。分かりにくいので説明すると、こいつの値がもし何らかの値を、ポインターを保持していたら、そのポインターの先のヘッダーを見ますね。で、そこのヘッダーにマークされていなければマークをして、で、さらにこいつのハンドラーを呼び出す。そうすることによって、連鎖的に、再帰的に、じゃあここの中にオブジェクトリファレンスがある場合、それらについてのそのハンドラーが呼び出されて、全部、要するに参照先のものすべてにマークをつけるようになるという感じですね。ここの部分だけがね、要するに再帰呼び出しになります。まあ、終了条件としては一応マークをつけてから処理をするようになっているので、マークがついていることか、ついていないことを確認してから処理をするようになっているので、一応すべてマークがついている状態になれば、どんどん戻ってくるんですけど、その場合深く呼び出しが、再起呼び出しがネストする可能性がありますね。で、そのコストがね、ちょっと気にはなってるんですね。さっき言ったような極小の環境で、ものすごくたくさんこう連なって、こいつがこいつを参照し、こいつがあいつを参照し、あいつがそれを参照しみたいになっていると、それを全部、関数呼び出しで、のネストで実現してしまうので、ちょっとそこの部分が気になってますね。なんか、よりベタな方法になんかできるんだったら、まあ、した方がいいかなというふうには思ってるんですが、それだとなんか、方法として考え直さないといけないかもしれないですね。構造を含めて。まあ、とりあえず今は、そういうふうに、関数の、呼び出し、マークハンドラーという関数の、ネストした呼び出しで、すべてにマークをつけるというような操作にするようにしています。まあ、こういう感じで、漏らさないように、すべてのインスタンスにマークをつけるということになります。で、これが GC マークハンドラーですね。はい。間接的に、こいつのマークハンドラーから今のやつが、今の関数が呼び出されてマークをつけていくということになります。そして、エグゼキューションフレームの、ルート、一番グローバルな値がここに格納されます。で、これ、to do なってるんですけども、これ、実は、スレッドごとに別のインスタンスをほじらないといけないですね。で、まあ、そういうものを保持するのに、こう、リッチな環境であれば、スレッドローカルストレージというものを使えば簡単に実現できるんですけど、まあ、そうじゃない環境向けにどういうふうにしたらいいかっていうのは、ちょっと要検討ですね。で、なので、まあ、今はまあ、単純に、こういうふうに、1個の本当に1個のグローバル変数だけで管理するようにしてあります。まあ、これは将来的にどうにかすると。それから、
レフヘッダーの方はもうこれあの全ての確保したインスタンスへのリンクリストの先頭ですねが格納されていますと、まあ、これはスレッドごとに持たなくてもあの別にいいとは思うので、これただ1個だけがあの保持されている感じです。であと、この GP ターミネーターっていうのは、このビギンフレームとかビギンヘッダーが最終的にあの pnext で次のそのリンクリストを保持するあの保持してるんですけど、その参照先が0であるっていうのを参照させるための値がここにあの格納されてます。でまあこれハックなんですけど、本当はなんかあのエグゼキューションフレームとかレフヘッダーは先頭にあの pnext を持ってます。これ両方ともあのこの構造体のそれぞれの構造体の先頭に pnext が入るようになっているので、結局のところこれらのインスタンスの先頭に pnext がある感じなんですよね。ちょっとそこにあの、依存してるあのレイアウト的に依存してるんですけども、この GP ターミネーターも実はなんかレフヘッダーとかエグゼキューションフレームそのものとみなすと先頭にまあヌルが入っているみたいな風にあのメモリ上のレイアウトは全くそういう意味では一致するんですね。でこの GP ターミネーターを、要するにリンクリストの終端として見なせるようにあのしてますと、何を言ってるかというと、要するにこれってポインターの、まあ、例えば32ビットの環境ならポインターの4バイトのコストだけを、固定的にメモリ上に確保させることによって、まあ、要するにターミネーションに余分なメモリを食わないようにしているということですね。しかもこれをレフヘッダーとエグゼキューションフレームの両方であの共用しているので、まあ、4バイトだけでターミネーションできているということですね。あのめちゃくちゃハックですあの分かりにくいんですけど、あの行動的に分かりにくくなるんですけども、まあ、あの極小デバイスのことを考えて一応こういうハックをしてあります。そしてこの GC get uninitialized object っていうメソッドが関数が、あれですね、オブジェクトリファレンスの方の、new に相当する部分ですね。まあちょっと new と呼ぶには実際にはあのコンストラクターが呼ばれないので、あのメモリの確保と初期化だけが行われるみたいな感じですね。で中を見るとですね、まずこの PP リファレンスっていうのはその確保したあのオブジェクトリファレンスへのポインターを格納するポインターですね、ポインターのポインターになってます。こうなってる理由はまた後で説明します。であと、ね、このボディサイズが、そのオブジェクトリファレンスの構造体のサイズそのものですね。であとマークハンドラー、さっき言ったマークハンドラー、これはその構造あのクラスの型によって、ハンドラーが違うので、これはあの引数で指定させるようになっています。そしてまず最初に、GC アロクでメモリを確保しますね。これはあのマロクに展開されますね。でサイズはというとレフヘッダープラスボディのサイズ、構造体のサイズが、その確保しなければならないサイズになります。で、GC アロクで確保してレフヘッダーのポインター確保されたメモリがこのポインターに入ります。でこれのポインターをレフヘッダー分だけずらせば、そうすればそのオブジェクトリファレンスの本当にそのインスタンスの値が格納されるべきポインターがこの P リファレンスに入るという感じですね。でボディサイズがある場合、ボディがなんかない場合あるんですよ。少なくともシステムオブジェクトってあのプライベートもパブリックもフィールドないんですよね、インスタンスの。なのでこれ0バイトですね。そういう場合、まあ、初期化しないように、まあ、一応 if であの除外してあります。これ別に呼び出してもよかったんですけどね、一応あのコストを削減するためにこんな風にしてあります。それからそのボディを初期化したら、そしたらヘッダーの初期化をします。まず next は現時点では、指していないのでヌルを入れておきます。これも重要で、この下でリンクをするときにここにデタラメな値が入っていると、その瞬間 GC が走ったときに悲惨なことになるので、まあ一応ヌルで最初に初期化すると。それからマークハンドラーと
だからマークハンドラーを入れておいて、であと GC マークをマークされてないという状態にしておきます。まあこれはあでもいかんかな、コンカレント GC してるときには、今このコードを実行してるときに横で GC の処理が走ってるかもしれないので、一応ちゃんとあのノーマーク状態にしておくと。まだこの時点ではね、確保したメモリはあの GC からは認知されないですね。知りようがないですね。これ丸くしただけなので。でこの後リンクリストを結合することによって初めて GC の、ランタイムから認知されるようになりますと。でまず一つは、格納、その結果を格納するこれですね、ポインターのポインターに今確保した、リファレンスを、リファレンスへのポインターを格納しておきます。この時点でこの直後に GC が走った場合、スタックフレームの追跡によって、こいつ今確保したこれが認知されるかもしれないですよね。でも、少なくとも、クラスのボディは全部メムセットでゼロクリアされているので、オブジェクトリファレンスが含まれていたとしてもヌルになっているから、そこで追跡は終わる。それから、追跡された場合は GC マークが、このライブに置き換わるかもしれないけど、それはまあ生きているってことだから別に問題はないですよね。でさらに、この pnext はまだ、初期化されていないので、この先には特に何もない。それから、p マークハンドラーが呼ばれてもその先は、まあ、おそらく全部ヌルを見ることになるから、特に誤動作はしないということで、この行を実行した直後に GC が走ってもあの別な問題はないということが分かります。それからその次にここですね、これインタログドエクスチェンジ使ってるんですけれども、何をしているかというと、このグローバルな、ヘッダーへのポインターと今生成したヘッダーのポインターを入れ替えます。で入れ替えて、インタログドエクスチェンジなので入れ替えて、もともとこのグローバル変数に入っているポインターは代わりに、ここの pnext にやってくるという感じですね。これによってこの GP begin ヘッダーがサクッとこの今生成した P ヘッダーに置き換わりますね。この直後に GC が走った場合、ヘッダーを参照するために、こいつをこのポインターを見るとこの P ヘッダーを見ますね。で、ここから P マークハンドラーを呼び出しても全部、ヌルになっているから、その後、問題はない。で、GC マークに、GC マークで、ね、参照されているところにマークをつける。そして、pnext で次の、ヘッダーを見ようとするけども、これはヌルになっているから、参照するものはないということで、抜ける。で、抜けるので、その後、ああでもいけないかこれ、ああ喋ってて今気がつきましたけど、これじゃあまずいかな。その後あれですね、マークされてないインスタンス全部回収されてしまうのか。おお、まずいですね。そこちょっとうまくやる必要がありますね。ちょっともうちょっと考えますね。まあ、あの方法としては、要するに、この後のですね、この p ヘッダーネクストですね、これ等を安全に処理をしたいんですよ。要するに、ここまで含めて本当アトミックにしたいんですけど、まあ、そういう CPU 命令を持ってるあの CPU はあの多分ないと思うので、まあ、ちょっとアルゴリズム的にうまくやる必要があるんですが、pnext に、もともと、グローバルな、ポインターが格納されれば、そうすれば、GC が探索するときにそこを、参照して次のもともと設定されていたヘッダーに探しに行くことができるんで、まあそうなればベストですね。ああ難しいですね。これリンクの順、いや逆、なんか逆にしないといけないよな。まあまあちょっともうちょっと考えます。はい、というようなことをして、まあとにかくここでリンクが完成するということです。でリンクが完成すると、そうするとこれ get uninitialized object ってね、実はね dotnet のライブラリにもとあるクラスのとあるメソッドにあるんですけど、同じ名前のやつがあるんですけど、それをやると
とするとメモリだけ確保されて、コンストラクターが呼ばれないインスタンスが入手できるというね、あの使い道はあのシリアライザーでしかないんですけどあの それと、まあ、ほぼ同じことをするようなイメージです。なのでこいつはあのメモリは確保して有効なポインターは得られるけどコンストラクターは呼ばれないので、これを呼び出した後得られたインスタンスに対してコンストラクターを呼び出すのは呼び出し側の責任になります。で、それの例を見る とこっちですね。ここに実は、後ろに new ってつくあの関数も自動的に生成されるようになってます。あのマークハンドラーと一緒に生成されるんですけど、こいつがこの get initialize object を呼び出してインスタンスを生成しておいて、でさらにそいつのコンストラクターを呼び出すみたいな、こういうあのコードをあの自動的に生成してくれます。ちょっとねこれだけではその後コンストラクターの呼び出しを忘れてしまうとかいう可能性があるので、あの手で書いた場合の話ですけどね、あの、まあ、手で書くのはあまり推奨されないですけども、まあ、もし手で書いた場合に忘れてしまう可能性があるので、この2つをちゃんとすべからくやってくれるようなあのこういう関数があの定義されるので、まあ、もし手で書く場合はこの関数を呼び出すということになると思います。はい、というわけで、このコンストラクターを呼び出さなければいけないという話ですね。で、アンイニシャライズオブジェクトがこれ、それからマークフロムハンドラーさっき説明しましたね。で、リンクと、アンリンクエグゼキューションフレーム、これも説明しました。で、あと、GC の処理、実際の処理ですね。ステップ1、これは GC マークを全部クリアするっていう処理です。でやってることは簡単で、このグローバルなあのヘッダーへのポインターから、順番にリンクリストをたどりながら、GC マークにノーマークを代入していくという、それだけのことです。こんな感じですね。で、ステップ2として、マークをつけていきます。マークをつけるためにはエグゼキューションフレームをたどっていく必要があるので、このグローバルな、ビギンフレームを起点としてそこから辿っていきます。このフレームの中にそのターゲットが N 個ある、それターゲットカウントで分かりますね。なので、これを辿りながら、あのこれをカウントしながら4で全部のターゲットを、検査します。検査する方法として、P ターゲットから、ポインターのポインターを取り出しておくと。でこれがポインターのポインターが指す先がヌルだった、つまりオブジェクトリファレンスが格納されていなかった場合は次のエントリーに行きます。格納されていた場合は、ここで、その、オブジェクトリファレンスのヘッダーを入手して、でそのヘッダーの GC マークの値をインタロクトエクスチェンジで取り出します。出しつつライブに変えます。これは何をしているかというと、ライブに代入するだけでもまあいいんですけど、1回だけ、探索をしたいんですよね。N 回探索してもあの意味がないというか、あの遅いだけなので、探索したところはあのもう次から探索しない。なんでかというと、さっき言ったようにヘッダーのそのなんだっけな、マークヘッダー、じゃあマークハンドラーを探索する場合に再起呼び出しをするので、そうすると自分を参照してる、あの循環参照してる可能性があるんですよね。そうすると一度チェックしたところを2度3度ってチェックしていくと、そうするといつまでたっても終わらなくて多分スタックオーバーフローになってしまうので、なのでマークはつけておきたい。でしかもこれは並行実行される可能性のことを考えて、一応インタロクトエクスチェンジでマークをしながら、マークがついていたかどうかっていうのを取得して、マークがついていなかった時だけマークハンドラーを呼び出して再起探索するとさせるみたいな感じのコードになってます。これを、N 個のターゲットに対して、ここですね、 N 個のターゲットに対して実行して、で全部終わったら次のフレームに移動すると、 pnext で次のフレームに移動するみたいな感じで、全てのフレーム、あのリンクリストで作られた全てのフレームを処理させるという感じになってます。
ここの部分もさっきちらっと言ったようにそれとマルチスレッド環境だと、ビギンフレームっていうのはスレッドごとに持っているはずなので、まあ、本当はあれですね、ここの部分っていうのはその全てのスレッドの全てのビギンフレームを処理するみたいな、これの外側にもう一つループがあるみたいな感じにしないといけないかもしれないですね。まあ、これはその時にマルチスレッド対応 GC を考えるときに考えるという感じにしておきます。で、それらが終わったら、いよいよこれで使われてるやつは全部マークがついているはずなので、ステップ3としてマークがついていないものを回収すると。で、ここは、初めにget uninitialized object したときに、begin ヘッダーのグローバルなポインターに対してリンクリストを接続したと思うんですけど、逆に切り離さないといけないんですね、ポインターを。でなのでちょっとなんかトリッキーなコードになってるんですけど、要するに一つ前の next の値を、次の next の値に書き換えることでその リンクリストを再接続するみたいなコードになってます。例えばこれでいくと、今ここから参照してこうなってこれがいってこいつが見つかりましたでマークつけましたマークつけましたで、あとここ全然マークがついてないって状態なんですが、ここからこっちのグローバルなポインターヘッダーのポインターからこういうふうに追います、マークがあるマークがある、ここマークないのでこれを削除したいわけですよね。でこれ削除するとどうなるかというと、ここがなくなります。そうすると、こいつが指しているこのポインターはこうならないといけないですね。こっちへ付け替えないといけない。そのポインターってここにあるんですよね。なので、一つ前の、値の pnext、ここが pnext なんですけど、pnext の値を次の本来ここにあった pnext の値で置き換えてやるみたいにすれば、リンクリストの張り替えができたということになります。ややこしいですね。はい。でまあリンクリストの付け替え自体はね、まあ、こういうふうに代入するだけなんで非常に簡単ですね。さっきみたいにインターロックでタイミングがどうとか考えなくても付け替えるだけでいいと。で一旦付け替えてしまえばもはや、誰もこのインスタンスを管理しなくなるので、まあ、あとはゆっくりですねフリーを呼び出して解放してやればいいということですね。で、さらに次の、pnext のポインターをチェックするという感じでぐるぐる回ると。で、なんだ、ライブでマークがついているものについては無視して何もしずに次のインスタンスを次のインスタンスのヘッダーをチェックするみたいな感じで if で分岐しています。これをリンクリストが終わるまでひたすら繰り返すという感じですね。ちなみに至るところにこの GP ターミネーターが null っていうアサートを入れてあるんですが、これはあれまさにさっき言ってたその GP ターミネーターはハックで共通のヌルターミネーションのためのインスタンスとして置いてあるので、こいつの値が書き換わっていたら何かがおかしいので一応アサートでチェックするようにしてあります。アサートなんでリリースビルドすれば全て これらの部分は削除されるのでパフォーマンスに影響はないです。で今言ったステップ1ステップ2ステップ3の全ての処理をやれば GC の そのガベージコレクションの処理としては完了するので、まあ、これを簡単に呼び出せるように一応 GC コレクトというものを用意してあります。でステップ123は今ね外部に公開はしてないです。IL2CH のこのヘッダーの中にこういうふうにいくつか定義してあるんですけど、ここにステップ123はないです。で呼び出すことも一応できるようにスタティックにはしてないんですけど、呼び出し方が難しい。必ず1を呼んで2を呼んで3を呼ぶみたいにならなきゃいけないんですけど、
一応呼び出せる余地を残しているのは、先ほど言ったようにコンカレント GC とか、まあ、そういうのをあの実現しようと思ったときに、あのステップ1は、これって要するにあのマークをクリアするだけなので、なのでこれ全然別のスレッワーカースレッドであの単独で動かしたりすることできますよね。なので任意のタイミングでこれを動かす、あの GC があの要するに2、3が動いてないときに、まあ、暇そうなときに動かすとかですね、そういうあの工夫の余地があるので、なので一応個別に呼び出せるようなあのようにスタティックにはしてないです。まあちょっと実際どうするか、今後の実装によってそのコンカレント自身 の, あの実装によっても変わってくると思うんで、まあ、あの何とも言えないですけども、一応そういうことができるような余地は残してあるという感じですね。普通はこの GC コレクトを呼び出せばいけるようになっている。そしてこれは例えばですけどタイマーで定期的にあの呼び出されるようにするとか、なんかそういうような工夫で実現できるかなと思っています。今はですね、実は本当は、ゲットアインシャライズオブジェクトするときにこの GC アロクしたときにですね、あの要するにあのヒープからメモリの確保に失敗することがありますね。失敗するっていうのは要するにもうメモリがあの足りない、メモリ不足っていう時がそうで、でこれは一応ヌルを返すことになっていると思うんですけど、あのマロクの話ですけどね。でその場合、この場で GC をして、でそれからもう一度マロクするみたいなことをしないといけないかもしれないですね。ちょっと ここでそれをやら本当はやった方がいいのかもしれないですけども、今はそうなってないです。単に GC のタイミングを与えられるようにこの GC コレクトというあの関数が用意されているだけと。だからまあこれを呼び出せば GC のコレクション処理が行われます。あと、この GC のシステムを初期化するためのこの GC イニシャライズっていうメソッドも、あの関数もあります。で、これ Win32 で囲われているこれですね、ところどころにあるんですけど、これはあの、Windows 環境で、Heap の、例えばその Heap の、リークですね、メモリリークが発生してないかとかいうようなことをランタイムライブラリでチェックできる、そういう、関数があるんですけども、まあ、それの機能を有効化するためにまあこういうコードを書いています。あの他のプラットフォームにはもちろんないので Win32 であの ifdev であの除外してあるだけで、これはあの、我々が作っている IL2C の、 あの GC の処理とは全く関係ないです。安全のために入れて、あの安全とデバッグのために入れてるだけで全く関係ないので、他のプラットフォームに移植しようと考えている人たちは気にしなくても大丈夫です。で、あと、あれですね、GPBeginFrame と GPBeginHeader を初期化、それぞれ初期化すると。で、これ GPTerminator を終端とみなして、それぞれのポインター、それをポインターとして入れるみたいなことをここに書いてあります。あと、シャットダウンの方は、これ、まあ、終了したときですね、まあ、Win32 だとプロセスなんで、まあ、プロセスも終わったらもう、何もヘッタクレもない、シャットダウンもヘッタクレもないんで、まあ、放置しておいてもらってもいいとは思うんですが、一応コレクト走らせて、で、コレクトすると、その浮遊しているメモリは全部回収されるはずなので、その後、この Win32 の、メモリリークのチェック、関数ですね、これを呼び出せば、レポートが表示されるというようなことをやってるだけで、今のところあまり意味のあるコードがここにあるわけではない。そして、システムオブジェクトですね。長々と説明しましたけど、システムオブジェクトはまあ非常に重要なクラスですね。何も、フィールド持ってないんですけど、インスタンスフィールド持ってないけど、非常に重要で、すべて の, あの、クラスの方の規定クラスになるというものです。で、C シャープというか、.NET 上でも重要ですけども、この IL2C でも重要ですと。で、こいつは、IL2C で例えば MS コアリブの中に入っているやつを変換するのはちょっといろいろ問題があるので、手でこんな感じで実装を書いています。でどういう風かというと、
まずシステムオブジェクトという構造体は中身からですね、何のフィールドも持たないからの型として宣言してあります。で、残念ながらね、僕はこれ書いてる時に知ったんですけど、C 言語では、中身からの構造体って作れない、定義できないんですよね。知らなかったんですが。で、これブロック書くとコンパイルエラーになります。なので、こうストラクト、システムオブジェクト、システムオブジェクトで、そのシステムオブジェクト型というものがあるけども、それの中身については感知しないみたいな感じのものを定義し、で、しかもこれサイズオブでこのなんか 型の中が定義されてないものをサイズオブすることできないんですね。なのでフィールドが一切含まれていない型についてはサイズオーブを0とするというような、こういうデファインを作っておいて、サイズオーブ何々って書きたい場合は、こんな風に書く、アンダースコアアンダースコア型名、アンダースコアサイズオーブアンダースコアアンダースコアみたいな感じに書くと、そうするとサイズオーブの代わりに使えるみたいな感じで定義してあります。これは IL2C が自動的に変換するクラスや、構造体ですねについては全部このサイズオブが出力されるように、このサイズオブのデファインが出力されるようになっているので、まあ、これを使ってもらえればサイズについては取得可能になりますよということですね。これ実際例を見てもらった方が早くて、ヘッダーファイルの方を見るとですね、こんな感じですね。例えばクラスタイプテストターゲットはフィールドを持ってますね。なので普通にこういうふうにストラクト宣言されています。そしてサイズオブがこんなふうに定義されていて、それは普通にサイズオブ演算子を使ってこういうふうにサイズを取得するようなコードになっていますが、クラスタイプテストはフィールドを持ってないんですよね。で、これタイプデフは上に出てるんですよ。クラスタイプテストのタイプデフは出ているので型は存在しますが、これのサイズオーブを取ろうとするとコンパイルエラーになるので仕方がないので、このデファインを使うと、そうするとちゃんと0と出ているので、あ、サイズは0だということが分かりますね。あ、大変だっていうような、まあ一応工夫がしてあります。はい、いいですかね。他もそうですよね。この辺のサイズがないものは全部0が出るし、1個でもフィールドが存在するものはちゃんとサイズオブ演算子を使って取得するようになっています。ここね、まあ、もうちょっとなんかサイズオブの演算子でサイズオブカッコ、あ、こうこうですね、これこうサイズオブカッコなんちゃらみたいな感じで書くので、それと同じような感じにできたらなっていうのを思っているので、もうちょっと変更するかもしれないですね。はい、以上で、もうそうですね、これでシステムオブジェクトですね。システムオブジェクトが例に出てたんで、さらっと言っておくと、型の定義として自動的に出力される要素として少なくともこれがあるっていうのが、このシステムオブジェクトを見てもらうと分かると思います。まずは、対応するその C の構造体の型が定義されている。そしてそれに対応するサイズオブが出力される。それから、コンストラクターですね。コンストラクターがある。それから、マークハンドラーが出力される。このシステムオブジェクトの場合、フィールド1個もないので、中身からですね。フィールドがある場合は、しかもそのフィールドがオブジェクトリファレンスへのポインターであるならば、さっき言ったように、トライマークハンドラーが呼び、トライマークハンドラーの行がここにバーッと自動的に出力されます。そして、インスタンスを生成するための new ですね。new が生成されます。まあ、これはシステムオブジェクトを new するっていう機会はあんまりないかもしれないですけども、new すると gc get initialized object が呼び出されて、マークハンドラーも適切なものが割り当てられて、で、これサイズ0になってますけどね。で、システムオブジェクトの、コンストラクターが呼び出される。こいつも、コンストラクター結局からですね。これですけど、インライン展開されるんですけど、空なので、まあ何もされないと。これはまあコンパイラーがうまく最適化してくれれば、ここのコードはなかったことになりますよね。まあマークハンドラーもそう。マークハンドラーはちょっと難しいかな。ポインターで渡してるんでね。はい。
ていうような、あの最小限のあのクラスの骨格としてはこんな感じ。これプラスメンバーのメンバーメソッドですね。メンバーメソッドがあのこれにあのプラスして出力され、あの自動的に変換されて出力されるというのが IL2C で行われていることということになります。ああ今日はちょっと長かったですかね。これで最初のそのまあちょっとなんかさっき喋りながらバグ見つけましたけど、一応あのマークスイープですね。マークスイープ方式の GC の実装としては、まあ初期の段階としては出来上がったかな。あと、やってないことが一つあって、スタティックですね。スタティックフィールドに、オブジェクトリファレンスが格納される場合に、そいつを追跡の対象にしてないですね。なので今、それが行われると、GC された時に、回収されてしまいますね。あのスタティックフィールドに参照が格納されているにもかかわらず回収されてしまいます。なのでその対応をしないといけないですね。まあちょっと次回すぐそれをやるかどうか、あるいは、もうちょっと先に急ぎたいものに先に取り込むか、ちょっと今の時点でどうするか次回のこと考えてないんですけど、まあ、そのあたりが課題として残っているということになります。あーやっとなんか GC ができて、ほぼ毎日ビデオ撮りしてたんですけどね、今回だけちょっと間が空いてしまったのは、いろいろ今日説明した部分を考えていたので、ビデオ撮りできなかったんですけど、まあ、ようやくなんとか形になったかなというふうに思います。GC もマークスイープって一番簡単な手法なんですけれども、一応一通り自分の手で考えて実装することができたんで、まあ、私自身もそのなんか GC に対する考え方と、まあ、なんか思ってたほどすごいコストはかからないよなっていうところが、まあ、感想かなっていうふうに思いました。じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。